Hey guys, it's Aiko with Schwa Girl. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. この動画では手話って何という話をしたいと思います。このチャンネル名でもある Schwa Girl の手話というのは英語の中の母音の名前です。で、日本人には捉えづらい母音なんですけれども、この音が分かってくることによって英語の発音ってすごく良くなるんですよね。なので多くの人にその大切さを知ってもらいたいなと思ってチャンネル名も Schwa Girl にしていて、で、私の、ロゴあるじゃないですか、チャンネルの。それが手話のマークなんですね。ちょっとじゃあ母音チャート紹介しますね。発音を勉強し始めると母音チャートというものを見る機会が多くなるかなと思います。で、これ何なのかというと、これ舌の位置とかよく言いますけれども、これ周波数の中で音声を、録音すると周波数分布を見ると、これスペクトログラムっていうふうに言うんですけれども、その周波数分布を見るとなんかちょっとだけ濃くなってるところってあるんですよ。で、それを下から数えて F1、F2、Formant 1、Formant 2というふうに F1、F2、F3 みたいな感じで番号があるんですけれども、この図って F1 と F2の数値をこういうふうに表にして当てはめているというものになります。なのでいろいろこうやって母音のマークがたくさんあるものを見たことがあるかもしれないんですけれども、あれは人のその音声を、測って、でその F1、F2 という数値を出して、その平均値をこうやって入れている感じなんですね。なので地域とか人によって全然発音が違うこともあるので、結構柔軟に考えた方がいいです。これが絶対ではないです。で、手話をその母音チャートから探してもらえるとわかると思うんですけれども、すごい真ん中に来てるんですよね。で、この真ん中に来ているのが日本人が捉えづらい理由になります。なぜかというと、日本語はどこにあるかというと、あいうえおの5つですよね。で、あがここ、あ、い、う、え、おというふうにこの母音チャートの中に、分布してるんですけれども、日本語でこのど真ん中に来る音ってないんですよ。なので日本人にとってはとっても微妙な音です。捉えづらい音になります。さらにもっと捉えづらいという理由があるんですけれども、それは手話のこの音ってストレスがないですよね。 unstressed vowel というふうに言うんですけれども、なので前後の音によって、これを co-articulation というふうに言うんですけれども、前後の音によってこれがもうこういう感じで動くんですよ。わかります？なのでその文法を見て、その母音チャートを見て、手話の位置はここっていう風に覚えないで、結構柔軟に考えて、これは前後の音によってこうやって動くっていう風に思ってください。なので日本語にしたら、例えば手話の音 about だったら、カタカナでは about という風に書いてあを当てはめますよね。でも lemon の麺の最後の部分は手話なんですけれども、カタカナにしたらレモンを当てていますよね。で、もちろんアメリカ英語からカタカナ英語が来ているわけではなくって、例えばカタカナになっている、そのなんていうんですか、カタカナになっている単語って、例えば英語から来ているものとは限らないですよね。ドイツ語から来てる場合もあるし、例えばラテン語から来てる場合もありますね。ちょっと話はずれるんですけれども、例えば、virus はカタカナではウイルスというふうに書きますよね。で、ウイルスって結構ラテン語読みなんですよ。ラテン語は V が
ウィっていう音になるんですね。なのでちょっと話はずれましたが、カタカナにするとすごくややこしくなるんです。特に手話の音は真ん中にいて動きますので、とても捉えづらい上に、動くからカタカナにするとアになったりイになったりウになったりエになったり、本当自在になってしまうんですよ。なので手話の音をそのカタカナから探すのはとても難しいので、ぜひ辞書を使い始めてこれ探してみてください。これが出てくるときはううっていう音になるようにしてみてくださいね。 I hope that makes sense. Please let me know if you have any questions about English learning or pronunciation or about this vowel schwa. Alright, so if you want to learn more from meYou can visit my website, 発音矯正 .com, hatsuonkyosei.com。 発音コースと、発音コーチ養成コースというのも行っていますし、英語コーチ向けのビジネスコースを、提供もしています。ブラックフライデーセールを行うので、11月の28日から30日までの3日間、特別価格でこの2020年1月スタートのコースを申し込むことができますので、もし興味のある方は今から私のウェブサイト発音矯正 .com をチェックしてみてください。ちなみに、発音コーチ養成コースを受けられる方はこの表がどうやってできるかっていうのをもっと詳しく、話します。今日はちょっと軽く F1、F2 とか言ったんですけれども、本当に何て言うんですか、もっと深いところ、発音コーチが知っておくと便利だよっていう知識とか結構深いところまで学べるコースになっていますので、ぜひそちらの方も興味のある方、発音をしっかりと教えることができるようになりたい方、ぜひぜひご連絡ください。 So thank you very much for watching and I'll see you guys in another video. Bye!